皆さんこんにちは。松阪市行政情報番組 iWave 松阪です。松阪市では新しい第3次健康づくり計画を市民の皆さんと一緒に進めるためにワークショップを開催します。現在開催が決定しているワークショップは5月に開催する3日程となっています。第1回は5月10日に開催される自然に健康になれる毎日体を動かそうプラス10。第2回は5月19日に開催される自然に健康になれる食の環境づくり。第3回は5月30日に開催されるかかりつけ医で検診を受けようとなっており、それぞれ午後1時30分から午後3時までの開催で、それぞれ定員は50人、1回のみの参加も可能となっています。詳細は健康づくり課までお問い合わせください。市民の皆さんと推進していきますので、ぜひご参加くださいね。それでは今回のラインナップです。竹上市長が4月の定例記者会見を開きました。空手の全国大会で準優勝した中村陸斗さんが竹上市長を表敬訪問しました。現在原田二郎旧宅では企画展松阪城の奇跡を開催しています。松阪市議会からオンライン議会報告会の開催をお知らせします。